はい、皆さん、毎度毎度、はい。気がつくとね、毛だらけになってるね、ロットケースね。これね、出して洗うのめんどくせえから、一個一個のブロックごとに分けて穴開けてあるの、大きめな穴ね、これを角に。ほんで、これをね、このままね、シャンプー台でね、お湯ぶっかけてね、洗っちまおうと。まあ、シャンプー台にね、斜めに置いて、水が流れるようにね、あとはこうやってぶっかけりゃいいんだけど、 あまりね、穴が大きいと水が溜まらないんだよ。お湯が溜まらないんだよ。お湯が溜まらないと毛、毛って浮くんだよ。うんうん。だからね、お水が溜まらないと毛が浮いてこないんだよね。穴は小さめの方が、うん、微妙に小さめの方がいいかもしんないね。どうであるね、こうやってお湯かけてね、シャーッと流すだけでね、綺麗になった気がするからね、下の方に多少毛が残っててもね。 まあ、お湯かけて流す。まあ、やらないよりマシだよね。で、穴が開いてるだけあって、やる気になるこれをさ、全部ひっくり返してさ、ロットさ、やるのめんどくさいもん。やる気しないよ。でさ、めったに使わないロッド、こういうのはさ、シャワーキャップかけとくといいな。ちょっと貧乏くさいけどね。はい、お疲れ様でした。